あらゆる困難が科学で解決する。この平成の時代、人々の閉ざされた心の闇に入り込む魑魅魍魎が存在していた。科学の力ではどうしようもできない。その奇怪な輩に立ち向かう神妙不可侵にて、うさんくさい男が一人。その名は矢部の彦丸。そう、人は彼を陰陽師と呼ぶ。強靭な心こそが最強の武器なのだから。